武良崇人の表彰台2位以上はもう決まりました。最後に登場ハビエル・フェルナンデス。ロッシーニのオペラ、セビリアの理髪師、世界選手権2年連続銅メダリスト、ソチオリンピック第4位。この人も持ち味は4回転です。4回転トーループ、片手をつきました。回転サルコ、こらえましたね。ショートでは完璧に決めた4回転サルコです。そしてアクセルはショートプログラムでは2回転半になってしまいましたが、トリプルアクセル、ウィンドミルから足換えのシットスピン、ステップシークエンス。フリーではこのフェルナンデス4回転は合計3つ。4回転サルコ転倒です。いいジャンプのように見えたんですが、どうだったんですか。はい、少し右足がこらえれなかったかもしれないですね。なるほど。トリプルフリップ、シングルループ、トリプルサルコ。イーグルからダブルループ2回転です。トリプルルッツ、ダブルト。今年はグランプリファイナルが地元のスペインで初めての開催です。トリプルトーループ。3回転は余裕でしょう。コリオシークエンス。さあ終盤です。コンビネーションスピン、本人のこの表情、世界の頂点を目指す新たなシーズンです。ハビエル・フェルナンデス、4回転に3度挑戦してきました。
エルナンデスらしいこのセビリアの理髪師、転倒もありました。しかしさすがというジャンプもありました。全体的に全てのジャンプにおいて出来栄え点の方でプラスをもらえるジャンプが少なかったかなという印象ですね。この4回転トーループも少し手をつきました。回転サルコもなんとかこらえたんですけどね、回転はしっかり回っていました、はい、このトリプルアクセルは綺麗でしたね。ムラがトップに立っています。 255.81 という得点です。さあフェルナンデスの得点はどうか。 158.51、 244.87、 トータルは2位。ムラ・タカヒトがこれでグランプリシリーズ2年ぶり見事2勝目を挙げました。